女優の斉藤恵子が1日、踊る、さんま御殿、で、還暦で水着写真を出した際の驚きのダイエット法を明かした。この日は美容に命を懸ける有名人スペシャルとして、美容に対してこだわりを持っている著名人が大集合。それぞれが独特の美容法などを明かした。その中で斉藤は、22年のカレンダーで、還暦の水着姿を披露しているが、ボディラインを出すのが30年ぶりだったことから絞った方がいいかなと思って、運動嫌い。料理も嫌いだから、キャベツを1日1玉食べたと、独自のダイエット法を明かした。これを聞いたアンミカは、キャベツはカロリーも少ない、食物繊維があるとして、斉藤のキャベツダイエットを解説していた。